どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日はやんややんやっていうことでお話をしていきたいというふうに思います 世間はですね、まあ、やいのやいの言っておりますがとりあえず始めていきましょうということで、まあ、今回ですね立花隆さんがいつものね、まあ、定例記者会見の中で選挙計画ですよね、まあ、今後どうするかみたいなことであるとか代表権裁判勝ったらこうするあするというお話をされていたのでその話をしていきたいのとあと後半になりますけどもね、えー、元参政党の吉野敏明さんと会う。 という話がありまして、私的にはこれが結構大きなトピックなのでこれは後半の方にお話をしていきたいというふうに思います。 はい、というわけでこちらはね立高橋さんのチャンネルによる NHK 等の定例記者会見ライブの様子ですけどね、まあ、今回はちょっと珍しく1人でということでありまして浜田さんは、えー、本会議さんかそして斉藤さんはですね妖刀に行ってるということですね、はいまあ、この件については多分帰ってこられたらいろいろ話をすると思うのでその時にまた、まあ、取り上げていきたいというふうに思いますが。 が、まあ、この件はね、まあ、以前なんか青山茂春さんがね結構取り上げていた時から私も注目していたので楽しみにしており楽しみって話じゃないんですけどね有意義なあの行動だというふうに思っておりますはいではですねはいというわけでこちらですね、えっと、定例記者会見の様子をいくつかまとめさせていただきましたとでまずは代表権裁判がね、えー、3月21日に一,一審判決が出ますということで まあなんだかんだ1年間かかってようやく大臣のまあ判決が出るということでまあここでほぼね決するみたいな形になりますしここに至るまでの間もね多分破産手続き等々が進むとまあまあこれがとどめみたいな話におそらくなるんであろうというところですね。でいつもはなんかあの勝った時と負けた時と両方用意しててで、まあ、勝った時よりも、まあ、負けた時の方がどうするかって対応が なんて言うううだろうなこう複雑になっていくから説明が多くなるんでねなんかあの何て言うんだろう五分五分ぐらいに思われてる人もいるかもしれないんですけどまあおおそらく8割9割勝つと思ってまあやってる話だと思うんですがまあ、で今回はですねえっとまあ、勝つ前提でいろんな話をされてるという形ですね。でまず まあ手続き的には総務省と法務局ですね、法務省って言い方でもいいのかな。まあ、とにかく、えー、と大津市側が、まあ、負けても控訴した場合ですね、高裁とか最高裁まで争う場合は、まあ、法律にね、はんこがいるってもう書いてあるからしゃあないって感じで、まあ、とにかくその、まあ、場合によっては最高裁判決まで、まあ、まあ待つのはしょうがないというふうに思うけれども、総務省は、 まあ、第一審で勝ったらねまあ、見て認めてもらうに働きかけるしまあ認めてもらえなければそれはねまあ、今後選挙に出るときに困るからそれは選挙妨害で訴えるよという形ですね。まあ、場合によって今までのやつも訴えてもいいかなって思うんですけどまあ、なんかそもそもそうおもしろいうのは形式審査のみ。 ですよねでまあ、斉藤さんがまあ、代表であることが疑義があるから受け付けしないって言ってるわけでしょ。でそれがまあ一応裁判において大四の判決が出てもなお、まあ、実質的にだってね国会議員2人がまあついていてですね完全にだからまあまああまりにもむちゃくちゃするからと なんだろう、書類上ももう置いていけないって話になってむ,むちゃくちゃするから彼女に政党助成に使われちゃ困るからっていうことで抜けるはめになったわけで、まあ、私はこの責任の一端は総務省にあるとは思ってますけどねまあ大元はですよ大元はそもそもあの大津さんにまあ代表を渡すっていうむちゃくちゃやったっていうのは当然原因ではありますけどねはい。ということがあるのかなって感じで。 まあいずれにしてもですね、まあ、そういうのがありつつ、今、1年間こうやって揉めてきた上で、第臣の判決出てもなお、まだ変、あのなんていうんですかね、そのいわゆる3月29日にまあ代表変わりましたっていうのを認めないっていう話になると、それはさすがにむちゃくちゃだよねって話にはなるとは思いますということですね。はい はい、であとねなんで総務省がなんでこう手続きしないか説はいろんな説が出ていてまあなんかその黒幕に誰かいるんじゃないか説とか橘さん嫌われてる説とかあったり、まあ、一番一応有力的に言われていたのは、まあ、い,わゆるいわゆるお役人特有の,その責任取りたくない説みたいなところですよね。でもしそれだとするとさすがに大使の判決出てなお あの手続き進めないってなっちゃうとそれはそれでねやっぱおかしいって話になっていくからだから第一の判決出てんのにやっぱり認めませんってなっちゃうとよっぽど裏に何かいるのかとか橘さんそんなに嫌いですかみたいな <laughs> 何だろうな <laughs> 嫌がらせ行為みたいな形にさすがになると思うんでまあここが義理だろうなと私は思うんですけどね総務省さんはね、はい。というところですかね。 あと法務省の方も場合によってはいろいろあるんでしょうけどねまあでも最初の方にあのいわゆるね今まで通していた手続きなんだから当社良かったのに法律を厳密に見るみたいなこと言っちゃったからもうこれも後に引けないからまあそうなっちゃうと最高裁まで行くよねって話になっちゃうんですかね。はい ということで、まあ、いずれにしてもなんか破産の手続きとかあるいは皆さんお忘れかもしれませんが警察が動いてる話とかいっぱい話があってこの辺でぐちゃ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 ってなるんでまあその時にもうまあ全部投げ出す可能性はないわけではないということだというふうに思います。はい、でえー、っとそしてですね、えー、っと4月にですね衆議院の補欠選挙があるらしくて現在は少なくとも東京長崎島根の3つ。 3か所であるということなのでこれは4月なんでね3月にそのいわゆるまあ一応大臣の判決が出るわけじゃないですかでそれで国政政党の代表が斎藤代表ってことになって、まあ、おそらくすぐ総会開いて立花さんにすると思うんですけどそれをもってしてまあ4月は、えー、とこの補欠選挙にいわゆる国政政党 NHK から国民を守る党で出せるはず <laughs> で,ですね出す前提に。 まあそれがもしそうならなくてもどっちにしてもまあ出すということですね。ただこれでやっぱり国政政党で出るっていうことだと政権放送流せるけど普通の政治団体になっちゃうと流せないからそれは選挙妨害になっちゃう。総務省がねあの認めないって話になると選挙妨害で訴えるって話の根拠にしようかなみたいな感じですかね。はいで4月がそうであと衆議院選挙っていうのがまあ今年の年末。 にあるんじゃなかかろうかと言われていてい、まあ、そこはまあまあかなりお金をぶっ込んでやるって話を以前からされていてで大津さんはなんか一応なんかこれについて <laughs> 触れて自分が出るもしかす数にみたいなこと言ってたらしいんですけどあれはまあ多分そんな気ないと思いますけどねまあ、参議院選挙は。 なんかひょっとしたら出るかもしれないかなぐらいの感じですけど、下手したらこれすら出ないかも。まあ仮にね、あのまあ,まあ政権が、政権っていうのかな。まあ彼女側の、なんて言うんでしょうね、国政政党が彼女側に仮に行、ね、ったとして、ずっと続けたとしても、私はまあなんもしねえんじゃねえかなとか <laughs> 思うんですけどね。はい。というところですかね。うん、で、まあでも一回、その国政選挙に出たら何パーセント取れるかっていうのが明確に数字として出るでしょ。 だからそれによってもうなんか0.1%どころか数字が見えないみたいな多分結果になると思うんでそうだから結局そうなっちゃうと何の正当性もないっていうのが完璧に証明されるんですけどねまあ仮にいいですけど別になんか国政政党じゃなかったとしても彼女の政治団体で普通に選挙に国政に出てみてねどのくらいその取れるかっていうのはまあぜひやってほしいなとは思いますけどねはいご自身のお金でねはい。 とということで,すとで、すとでそしてですね、あと都知事選挙か。これが7月7日が投票日かなっていうのがありまして、ここはまあ以前から言ってる通り、なんかたくさんの人出すと。なんか前100人とかね、場合によっては1000人な、あ、1000人って言ってたっけなあの、なんだろう。<laughs> あの、 掲示板をどうするんだっていう困らせるぐらいのことを言ってたような気がするんですけど、まあ、一応現実的な範囲の中で収まりそうって感じですかね一応少なくとも10名出してで間違いなく20名でいうことですとで10名出すにあたってなんか3000万かかるらしくて、まあ、計30名ぐらいは目標にしてるということですねでここで何をやるかっていうと10名集めてお金持ちがねあお金持ちはお金出すだけか3000万出して で,で出る人は立花さんが基本的に集めてきてでその10名に自分がそのお金持ちお金出した人が言わしたいことを言わせるとかあるいはまあ例えばキャバ嬢で押してる人がいたらその人をに宣伝させてあげるとかなんかそんな感じのことですよね。まあ、いずれにしてもですねえっ、ー、とこれが今30名ぐらいですけど毎年でもね都知事選って結構出 る立花さんがこの1回ねこの統知事選に出ますその後政治家になれますみたいなねそういうのあるいは有名になれますっていうのを言ったがために結構出てくる可能性があるとただ300万円出すのでそれなりのハードルですよね1人当たり300万だからだけどまあインフルエンサーとかだったらまあ別に。 ねそのくらいはっていうふうに思うかもしれない。結構微妙な金額ですよね。だから、まあ、変な話、あの、なんていうの、お金持ちが出してくれれば乗っかってくる人はたくさんいるでしょうねって感じですけど、えなんか下手すと本当にね、なんかどん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 乗ってきて、100名ぐらいになるかもしれないですね。はい。この辺はちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、でも選挙自体はなんか盛り上がりそうな感じになりますよね。はい。まあ、あとは、なんか、 直前になってきてまたこういろいろ変える可能性もあるというとこだと思いますけどね。うん、ね。で、えっ、ー、とこれに紐づけてちょっと自民党のね政治資金パーティー問題をちょっとお話をされてましたけど、だから結局ああいうせこいことする背景には。 なんでこんなパーティーやって金集めなきゃいけないのとかねいうことについては金ないからじゃねみたいなね話をされてましてそうでもあれってやっぱ変,変ですよね変っていうかまあせこいとかずるいとか何て言うの悪いとかいろんな話あると思うんですけどなんか要するにあれで 問題にならない人ってノルマ達成できなかった人は裏金集めようがないわけですよ。だからのノルマを越した分でしょ。要するに <laughs> あのだからノルマ達成できないぐらい。人気も力もない。人は問題にならなくて、ノルマを余裕で超えちゃう。人はその何て言うんだろうな。問題になるっていうまあ。 何なんだろうなと思いますがいずれにしてもそういう話があってで立花さんの戦略戦略だとねまあ、お金持ち自身が出たりとかあるいはお金持ちがお金を出してインフルエンサー等々ですねあるいはあ,あのいわゆる政治投票っていうかな選挙は強くないけど、まあ、政治家としての力がある人浜、まあ、田さんを通したような形で。 まあそういったのを擁立しながらやればいいんじゃねって話ですよね。はい、ということで、まあ、今のやり方自民党的なやり方をしてると駄目だよねっていうところですよね。まあ、これはなんか相場なんか古い政治が本当に壊れていく流れですよね。だから何、まあ、て言うんだろうな橘さんがやってることの方が最終的にそのメ,メジャーっていうのかな。 みんなそれやるのが当たり前みたいな感じになってくる可能性がありますよね。はい。とか、まあ、あとは人気さえあればお金はいくらでも集まる時代でもあるからそういうことですよね。とにかくお金持ちっていうのも大事ですけど何より人気ですよね。人気集める人がやっぱり勝つって感じでまあでも今までも結局ねテレビの力とお金とそれから組織の力かっていうのだったわけですけどその辺をまあ 都市部においては、まあ、人気で突破できるかもしれなくてそこから徐々に崩せる可能性があるんでねこの辺はちょっとね楽しみではありますけどね、うん、でそして質疑応答ではですねまあちょっといろいろ散見されたんでいくつかまとめてえー、っとですね都知事選のね追記の説明みたいな形で やっぱり、まあ、先ほどのその都知事制の話なんかっていうのはまあなかなか YouTube で話すとね、まあ、特にアンチの人が何やってんだみたいな <laughs> ツッコミしか来ないけど銀座のバーに来る社長だと理解してくれるってことで、まあ、結局1人当たり300万ですよね10人でも3000万なんですけどまあとにかく300万で NHK で6分かける2回で民放で6分かける1でこれ全国放送ですよね。 であこれ場合によっては地方東京だけとかできるのかなまあ、とにかくそれとでそれから掲示板が1万3000箇所貼れるそれから新聞の全国配布それからっていうことで考えるとまあ、1億円以上の効果があるんじゃないかっていうのは瞬時に、まあ、理解してくれるということでうんまあだからかなりお得ですよっていうのは理解されるようですとはいでさらにまあ速攻をいわゆる宣伝の場所って考えた時に会社の商品は ダメ NG なんだけど製品自体のアピールだったらいけるということで車で言うなら日産リーフは NG だけど電気自動車 OK みたいな形で、まあ、そこの分野をね広げていこうとかあるいはある程度占有している会社だったりすると、まあ、かなりお得ですよという話ですよねかなりというかめちゃくちゃゃくお得ですよって話ですよねだからあの多分ね今 YouTuber のヒカルさんと、まあ、飯田さんで組んでやろうとしているマーダーミステリーっていうねいわゆるこう殺丸事件 な,なんだっけな、薩摩事件の、なんていうんだろうなド、ドラマとかでね、薩摩事件とかあるじゃないですか。あれの登場人物みたいな感じに個人個人がなって遊ぶゲームがあるんですけど、まあそういう遊びがあるっていうこと自身をみんな知らないんだけど、これから全国展開しようってなっていう風になった時に、マーダーミステリー等ってやって、こういうのやってるよって言ったり、それからユーチューバーのヒカルさんが応援してるよって言うのがあると、ここみんなによっウィンウィンウィンの話があって、爆発的に、まあ、 何て言うんでしょうね。こう、広がる可能性があると。ただ、当選はしませんよっていうね。あの、そういう感じなんですけどね。はい。だから、どうするんでしょうね。なんか、テレビとか新聞はどういう形で報じるんでしょうね。なんか、ね、都知事選で何をしたいですかつって言っていや、あの、マーダーミステリー党ですみたいな、これ広げたいんですみたいなことを言われるわけでしょ。はい。という形で、まあ、困るは困るでしょうね。はい。 であー、ちょっとセクシー田中さんの話はされてましたけど、まあ、この辺の話はいいですかね。で,、はい、であとですね、えー、と元参政党のね、吉野敏明さんということで。に、まあ 明日つまり土曜日会う予定だということらしいんですけどなんかね私個人としてはここが和解したのがね、まあ、正直う嬉しい出来事でなんかね私がこうね、まあ、YouTube とかでいろいろ発信してる人で思う、まあ、政治家ってカテゴリーに入れていいのかわかんないんですけど似てるなって思う人たちがいて立花さんとこの吉野さんとそれから原口和弘さんですねなんか私のカテゴリーで言うと一緒なんですよねつまり みんな正直なんですよ。正直で嘘がなくてでなんか自分の正義心が曲げれなくて損するみたいな、まあ、すごくそっくりなんですよねだから私とか見てて、まあ、最初ねだから賛成党と NHK 党かな,な仲良くすんのかなと思ってたんですよそしたらなんかあっという間にバチバチやり始めて <laughs> ででなんかほら論戦みたいなので最初揉めてたんですけど で、吉野さんとかを見てるとですね、そういうの来たら、むしろ、あの、来い来い来いってやってたじゃないですか。いや、あ,あれ、本心で、多分全然あの、止められなかったらやったと思うんですけどね。はい。まあまあ、今後、ちょっとコラボで表に出てくるのか、まあ、どうかわかりませんけど、合うみたいで、まあ、とにかく、なんか、良かったですねっていう <laughs> 感じですよね。めちゃくちゃ、なんだろうな、合う気がしますけどね。しかも、吉野さんって同じく乗っ取りに合ってるんですよね。ご自身の病院、 ですよね一からそなんか頑張って育てた病院が乗っ取られてそれで新しく作って今一生懸命やってるわけですよだからもうすんごい忙しいわけですよね。でか患者さんもそもそもたくさん来るしすざましく忙しい人でよく政治なんかやってるなと思ったんですけど話とか聞いてみるとやっぱりこの国を憂えてとにかくなんとかしたいと。でやっぱり あの話の格としてなんか黒川さんとかはねメロンパンとかでいじってるからちょっとねなんか変な感じで映ってるんですけどやっぱり本当にこの国の最大の闇ですよね医療業界っていうのかな、まあ、この国の予算をね見てもらえばわかると思うんですけどめちゃくちゃでかいでしょ。 で、アメリカなんかもめちゃくちゃでかくて、で、これがもう、あの、軍需、まあ、アメリカなんかで言うと、これ、原口さんがおっしゃってたんですけど、原口さんだったかな、軍需産業よりも、もう予算でかくなってるって話になってまして、で、軍需産業といえばね、みたいな話がたくさんあるでしょ。裏でなんちゃらかんちゃらみたいなね。それよりも予算大きくなったらどうすんのみたいな話がありまして。 まあ、とにかくねそれに伴うさまざまな話があるんで、まあ、ちょっとね YouTube 上ではできない話がたくさんあると思うんですけど、まあ、その辺りがね、まあ、うまくうなんていうのその辺がだからそれも似てるわけ NHK ぶっ壊すでそういう業界は吉野さんぶっ壊すって話も含めてまあまあ似てるわけで要するにそういうことでおかしいことが行われてるってことについて気づいちゃったと。 気づいちゃったけど、なんかなーなーでやってれば儲かるのにそれをせず戦っちゃうっていうね。はい、という感じでね、まあ、それでもなんか日本の医療ってすごくおかしいところがあって、だから保険の範囲の中ではできないことがあって,て、それやろうとすると、やっぱりそれを捨てなきゃいけないみたいな話もあって、そうすると保険,保険,をあのもら保険料の範囲の外。 のことだけでそれでやるとかめちゃくちゃ大変だと思うんですけどはいはいまあいずれにしてもまあいろんな意見はあると思うんですがすごい方だなぁと私は思ってるんでねはい。 であとはなんかその延長線上で健康等々の話が出てきてでその中でメロンパンが体に良くないって話が出てきてでそれを大げさに言ったところを黒川さんが切り取ってまあむちゃくちゃ言ってるっていう感じのように私には見えてますけどね。はい、というわけでこの辺はちょっと楽しみではありつつであとはですねえっとそれ以外にあこれ立花さんがおっしゃってたの賛成と最初におかしいと思ったのはお金の問題で神谷氏と 最初に対談した時にまあ1,000円と4,000円の会費の違いを説明できなかった返金もしない言ってることが2転三転怪しいと思ったって感じであの時も私も見てましたけどやっぱあれで見抜けるってまあなかなかですよねなんか言いがかりつけてるになんとなく見えましたから最初ねえななんあれと思ってそうだけどまあそこで見抜いたって。 いいいうのははすすごいですよね、はい、あちなみにちなみにですけど <laughs> あのこれ別の動画で立花さんがあれこういう感じでね神谷とかねなんかなんかう俺は悪人が見抜けるんだみたいなことを言ってる中に黒川さんと大津彩香さんを入れてたんですけどえー、と黒川さんと大津彩香さんに関しては見抜けなかったからこうなってるんだっていうのはツッコミが多分たくさん入ってたと思うんですけど <laughs> あの <laughs> と、 まあ、大津さんはしょうがないけどねしょうがないっていうかまだ期間短かったけど黒川さんずっと一緒にやってんじゃんみたいなその見抜ける人だったらこうなってないよって話がありましてあのまあ何て言うんでしょうねまあ身内は見抜けないけど外部の人は見抜けるっていうことなのかもしれませんけどねはいであとはえっ、ー、と賛成党ですね賛成党のまあ裁判今やってますけど元党員からね、まあ、あれでまあ多分さ あのー、賛成とか負けると負けると返金希望が殺到して潰れるんじゃないかっていうことで挟んでするんじゃないんですかねみたいな話をされてたというところですかね。はい、はい、であとですねあそうだ最後にちょっと大津綾華さんついに壊れるはてなマークですねこれを最後にちょこっとだけやりたいんですけど。 はい、というわけで、これ大津彩香さんのね、えー、スレッズなんですけど、やんややんや、やいのやいのということで、ご自身でなんかよくわけわ分かんないこと言って突っ込んでるという感じでね、まあ暇なんですねと、<laughs> あの、もう本当に <laughs>。まあでも、あの、多分もうやることないんだと思うんですね、なんか全部なんか放り投げてるのまで言わないですけど、本人はあんまりやってなくて、周囲がやって、 まあ動いてる感じのようにちょっと見えるしそもそもですけども完全に詰んでる状態ですよねあとはえっ、ー、とその2月5日の破産の新人ですかでなんとか破産しませんみたいなことをまあ弁護士に頑張って主張してもらってそれを通せるかっていうのとそれからね先ほどのえ代表権裁判でまあ勝つかっていう話なんですけどそれ両方とも通ったとしてもねまあそれって。 だとしても取らなきゃいけない責任たくさんあるしもう国会議員内ないから政党助成金入ってないし、まあ、あとは返せ返せの,のだけの話なんでまあどのルート取っても終わりなんですけどどんだけ辛いかだけが決まるみたいなねどんだけ責任を取るかだけがまあ増えたりどんくらい増えるかだけが決まっていくっていうだけの話なんでね。 はい。というわけでね。だから、早く、早いうちに代表権返せばねって話はずっとしてきたんですけど、返さずここに至るということなんで、まあね、やんややんやっていう気持ちも分かれるっていうようなお話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。